Thank you for watching my movie.Hello, こんにちは。動画見てくれてありがとうございます。今日もえ自分だけの限定セルフ御朱印作ってみたいと思っています、えー。こちらはもう目の前に御朱印が押されたものがあるんですが、大、え、事、ー、にしたのは、まあ、僕なりに描いた季節柄の絵柄で、アジサイです。まあ、青空をバックにして、アジサイが咲いてますよというイメージです、えー。ちなみにあの御朱印丸っこくなっちゃってますが、 これ太田姫稲荷神社という神社のまあ、セルフ御朱印になります、えー、今日なんで御朱印が丸くなっちゃってもやもやっとしてるかっていう天末もね後であやりながら、えー、ごお話ししていきたいと思っていますで私あのー、だいたいですねセルフ御朱印もうだんだんまあ、動画アップしてないんですけど結構溜まってきておりまして、えー、だいたい同じところに行ってるんですが えー、今日あの普段はねあのセルフ御朱印なんでまあ、200円か300円ぐらいはあのおさ銭入れるんですけれども今日はですねちょっとケチってなんか雨も降ってましてですね気分がちょっとさえなかったんで10円でなんとかいただけないかと10円のごさ再銭でセルフ御朱印いただいちゃおうかなとちょっとよこしまな気持ちが芽生えてしまいまして10円だけおさ銭箱に入れてまあ 二礼に拍手して、まあ、住所を、まあ、心の中で、まあ、唱えたわけですけども、まあ、住所をまあ唱えてる間は目の前にこうちらちらと光みたいなのがちらついてたんですけども名前の番になったらですねそれが急に暗転しまして真っ暗になってしまったんですよ。あれとああんかたまにこういうことあるけど今日も何か神様に好かれていない日なんだろうか。もしかしかて もしかしかて10円だったからからな10円でセルフ御朱印をいただこうと思っている横島な気持ちがバレてしまったんだろうかと少し不安になりつつも、ねえー、お祈り名前まで申し上げましてセルフ御朱印押してみたところなんですよ、ね、あの実は御朱印何個かありまして、まあ、このメインの御朱印2つあるんですよね半個が2つ置いてあるんですよ で一つはプラスチック製の、まあ、ちょっと透明なプラスチック製のハンコもう一つは木の、結構立派な感じの御朱印なんですよね。ハンコなんですよ。で私はもうおもむろにですね、表側はンコ面を確かめることなく、豪華な木の方のハンコを手に取り、しっかりと朱印をつけて、まあ、ズババババッとね、角までしっかり綺麗に映るようにと。もう 四方八方押しまくってパッと外したらこうなってたわけです。えしまった文字が全く見えない。裏返してみたらですね、もう散々使いまくってすり減っちゃったハンコの方だったわけです。ね、まああのー、皆さん、再生はケチっちゃいけない。まして、セリフ御朱印もらうんだったら、まあ通常200円か300円ぐらいは入れていただきたい。ね、私も今日思いました。 お金をケチっちゃいけないな、目の前が暗くなったのは、お前、何よこしまな気持ちで、御朱印をいただこうなんて思ってらっしゃるんですかあなたの願い叶えるには、10円じゃ足りませんよと、お稲荷さんが私におっしゃってくださったんじゃないかなと思って、まあ、次行くときは、まあ、しっかりおさい銭箱に100円玉を3枚入れようと思っています。ですが、まあ、今日いただいた御朱印は御朱印で、御朱印の御利益には変わりありませんので、 まあこれに書き入れして自分なりの夏限定御朱印初夏限定御朱印を作ってみようと思いますえ今回ですね「太田姫稲荷神社」でまあ「包令和3年の6月の7日と入れてみたいと思います ちょっと立ちますね。おお天は入るんだっけ入るな。お田た稲荷神社とじゃあ行ってみましょうか。最近のこのペン使ってなかったんでインクが出てないかも。 まあいけそうだないけますね。一気にいっちゃいます。太田姫稲荷神社。若干なんか雑になっちゃったな。久しぶりにやったからなこれ書いたの。 はい、いってみたいと思いますね。ほうきました。日付入れようと思います。はい、日付入りました。 太田姫までもうちょっとがっつり書けばよかったな。いいですね。なんかここにアジサイっていう文字入れてみようかな。これ難しいだろうか。ちょっとね、iPad で漢字を調べますね。少々お待ちください。えー、アジサイね。 紫のオーケー行ってみようじゃあここら辺に紫の火の花か紫火の花行ってみようよし行っちゃいますほうはいここからね いいっすね。できました。宝廃紫陽花太大田姫稲荷神社の令和3年6月7日。どうでしょうか。久しぶりに、書き入れはちょっと久しぶりにやったんですよね。まあ、あの久しぶりにやった割にはなかなか良かったんじゃないでしょうか。次はお賽銭をしっかり入れようと思います。お稲荷様、よろしくお願いいたします。